こんにちは。F 学のソナです。今回はですね、資産形成。まあ、これはどう考えるのかみたいなところと、まあ、資産形成に使うですね、いろんな金融商品ですとか、まあ、制度とかですね、まあ、こういったものをどう使い分けていくのか、まあ、こういったところについて共有をしてみたいなというふうに思います。まあ、早速ですね、一つ質問なんですけれども、ただ、資産形成ですね。まあ、誰でもやればいいという話ではなくてですね、まあ、資産形成というのは必要な人がいると。 じゃあどういう人が資産形成しなくちゃいけないのかってですね。まあ、これいかがでしょうか、まあ、こういう質問を受けたらどのように答えるかみたいな。ちょっと考えてほしいんですけども、いかがでしょうか資産形成が必要な人と聞かれたら。えー、と。誰でもやらなくちゃいけないわけじゃなくてと。まあ何かというとですね、まあ、こっちちょっと目を移していただいて、まあ、ホワイトモードをちょっとまとめてるんですが、まあ、この資質と収入がありますけれども、まあ、人生使うお金とですね、まあ、身入り収入があるよねと。 じゃあ使うお金に対して自分が稼ぐお金ですね収入がこれ不足していたら何が起こるかですねお金足りないっていうところが出てくるよねってですねなのでこの資金不足ですね自分が働くだけでは自分が人生の中で使っていくお金をですね賄えないと、まあ、ここに関して何が必要かっていうと自分が働くだけじゃなくってお金を働かせるですねここを資産形成で対応していくですね、まあ、こういう考え方になっていくと。 さっきの質問の答え何かというと、まあ誰でも資産形成すればいいという話ではなくって、まあこういった人生の中で資金がどうも不足しそうだと、まあこういうシーンがですね、思い浮かぶ方、まあこういうニーズを持った人は資産形成をしなくちゃいけないと、まあそういう話になってくると。どうでしょう皆さんは資産形成しなくちゃいけない人ですかそれとも必要ない人ですかですね。まあ必要であればですね、じゃあそれをどう考えていくのか、ちょっとですね、引き続き話していきたいなと思います。 でこの資産形成が必要な資金不足っていうのは人生大きく2パターンなんですね。2パターン。これだけ押さえていただけばとで。この2パターンって何かっていうと、この右上のグラフ、ちょっと目を移していただきまして、これざっくりですね、ちょっとまとめてみたものなんですけれども、まあ、資質をですね、ちょっと表したのが、この黒のですね、えー、この線で書いたこのグラフなんですけれども、見てみますと、まあ20代、こっちからこう、若いところからこう老後に向かってみたいなイメージで、まあ20代、30代、40代、50代とですね、 まあだんだんこう資質も家族が増えたり子供が生まれたりみたいなところで増えていってみたいな一般的ですねでそこから子供がこう自立をしていって支出、まあ、がこう減っていくみたいな、まあ、こんなイメージですよねとでそんな中でですね今度はこの点線見ていただきたいんですけども点線がこれ貯蓄ですねなので、まあ、働きながらこう少しずつ貯蓄も溜まっていってみたいなで老後はこの貯蓄を切り崩しながらですね、えー、生活していくみたいな、まあ、こんなイメージ、えー、共有いただけるか、まあ、共感いただけるかなとそんな中でですね この資金不足になるのは大きい。二種類あると、二種類で。何かとこの赤で書いてますけれども、まずこの右の方ですね。いや、老後ですよ。まあ、自分が使うお金、支出に対して貯蓄がですね、どうも足りないと。まあ、人生100年なんて言われる今ですね。まあ、この老後長生きすればするほどですね、貯蓄はどんどん減っていってみた。で、支出ってそんな減らないですよね。まあ、そんなところで、この不足するような、まあ、将来不足するようなお金が一つパターンですね。上がってくるよねと。でもう一つ。 もう一つは何かというとこの手前の方なんですけども、まあ、それこそ人生ですね予期せぬことが必ず起きるよねと、まあ、それこそ事故があったりとか、まあ、何かこう自分にこう健康がですね病気にあったりとか、まあ、そういったところで何かドーンとですねお金が必要なシーン必ずあるよねとでそういった時にドーンとお金が必要だとただこの貯蓄じゃまえないみたいな、まあ、この貯蓄を変えるぐらいお金が必要なシーンっていうのはですね人生の中で出てくると。 まあこういったシーンも一つ資金不足として挙げられるよねと。なので二つ目は何かというとこういう緊急的なお金が必要だっていうシーンで貯蓄で賄えないですね。この二つのパターンがですね、資金不足にはありますよと。でそこに対してどう対処していくのかというのはここからなんですけども。じゃあまずは一つ目ですね。 緊急的なお金が足りない。まあ、資金不足になるパターンというのが一つ。で、もう一つは将来的な資金不足になるってパターンが二つってですね、共有しましたけど、そこにどう対応していくかというと、緊急的な資金不足に対しては、まあ、保険を使っていきましょうとですね。で、将来的な資金不足に対しては、この資産形成で補っていきましょうとですね。まあ、こういう考え方になっていきますよと。じゃあ、この保険と資産形成、どうですか皆さん。今、自分にですね、 まあ何か緊急的にお金が必要なシーンを思い浮かべていただいて何も対策できてないなとかあちょっと自分これ足りてないかもみたいな、まあ、その方はまあ保険を一つ考えていかなくちゃいけないとでもう一つは将来的に資金不足あ確かに自分何もしてないなみたいな、まあ、こういうニーズをお持ちの方はですね、まあ、この資産形成をちょっと考えていかなくちゃいけないとでそれぞれに対して具体的にじゃあどういう制度どういう商品を使っていけばいいのかっていうのはこの下の段になってくるわけですけれども それこそ、まあ、将来的に資金不足ですね資産決済しなくちゃいけないっていうパターンの方は NISA、えー、とかイデコとか使いながらですね株式投資をしたりとか投資信託を買ったりみたいですね、まあ、こういう対策が一つ挙げられますよとじゃあもう一つはですねこの緊急的な資金不足に関してはこの保険で賄っていきますよみたいなでもう一つあるのがですね、まあ、こういった将来的な資金不足と緊急的な資金不足とですね両方を必ず備えた部分 まあ保険と資産形成合わせた部分に変という、まあ、商品がありますよと、まあ、これどういう商品かっていうとまあ運用しながら保証がついてくるみたいですねまあそういう商品になってくるとあじゃあ両方ついてるこの変化貢献ですね買っとけとりあえずいいんだみたいな、まあ、そんな話でもなくてですねそんな話でもなくてまず何をすべきかっていうと、まあ、先ほど申し上げた通り自分にはですね今考えるんですよ今自分にはこの緊急的な対策が必要なのか将来的な対策が必要なのかですね もう将来的には別にに必要ないいいいっていう話ででであれば保険だけでいいわけわすよで将来的にも緊急的にも必要だっていう話であれば一緒に合わせて変額保険みたいな選択肢みたいですね、まあ、まずはこのニーズに合わせて使い分けていくですねニーズの分析をするっていうのが必要になってくるっていうのはまず押さえてもらえればというふうに思いますで最後になんですけどもじゃあ具体的にですねどういうふうに考えていくかみたいなところでいくとまずはですね、まあ、それこそニーサとかイデコとかとか、まあ、これやっていった方がいいわけですけれども、まあ、ここに潜む リスクって何だったんですか意外と考えることはないんですけど兄さんのリスクってそれこそ例えば積み立て兄さんみたいなコ,ツコ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 ツですね毎月何万円ずつ積み立てていってみたい何パーセントで回すと何千万貯まってみたいですね、まあ、そういう緻密な計画を立ててたと。ところがですね、まあ、人生予期せぬことが起きてそれこそ働けなくなったとか収入が減ってしまった病気,し病気してしまったみたいですね、まあ、そんなシーン。まあ、結局どんなな緻密な計画を立てていていも 実行でできななかったら意味,は意味ないわけですよでそんなシーンで何が有効かっていうとそれこそ保証を兼ね備えて変額保険で運用しておくとまあ代わりにそういうシーンでですねそれこそ払い込み免除みたいな仕組みがあってですね、まあ、代わりに保険会社が運用を続けてくれてですね計画通りでそのお金計画通りにですね準備ができてみたいな。 そういう保証を兼ね備えることによって、まあ、万が一の時にも運用が継続できるみたいですね。まあ、そういう実行が可能になってくると。まあ、そういったところで何が言いたいかというと、まあ、資産形成を考えていく上でですね、まず土台になる部分に何が何でも老後のお金とか必要になってくるわけじゃないですか。ですね、生きる上で,で。こういうお金に関してはそういう保証を兼ね備えながらですね、変額保険で土台を作っていって。 でそれを超える部分ですね。最低限必要な部分を超える部分に関しては、ちょっとこう自分のワクワクするお金の使い方とかですね。まあ、そういったところに関しては、それこそ IDECO とか NISA を使いながら、えー、運用をしていってで。それでも足りない保証に関してはですね、えー、この保証制の保険で対応していくみたいな。 まあこういう三段構えでですね、えー、一つ自分の資産形成をですね、えー、イメージしてみると、まあ、シンプルにですね自分が今何をすべきなのか、まあ、どういう金融商品が自分の資産形成には適しているのかみたいなですね、まあ、そういう整理につながっていくんじゃないかなというふうに思います今回は資産形成について解説をさせていただきましたご視聴いただきありがとうございました